もっとポップアップする。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。イエーイ、6月3日、はい、天空の、ウェルカムガーデンパーティー無事終了しました。お疲れ様です。イエーイ、フォレストハウスの、ね、オープニング記念ということで今日やりましたけど、はい、直地さんどうでしたか。はい、とっても楽しかったです、ね。幼稚園生が幼稚園生でしょ。本当にね、私の本当に近い身近な仲間がね、皆さん本当に集まっていただいて、ここからスタートです、はい、皆さんここから笑顔でつながって、はい、これからどんどんまた広げていきましょう。ありがとうございました。はい、ちーちゃんもありがとうございました。ありがとうございます。ラフ君、ラフ先生、はい、ラフ君、なおなお、そしてなおっちと。で、なおっち、ここからなんか告知があるんでしょ。そうなんです。いいとこ取りのチャンネルがあるんですけど、地元を応援したいというサポーターをリポーターとして募集します。どなたでも大丈夫です。年齢は？年齢も大丈夫です。おね、一応まあ未成年の方はね、保護者さん、そうですね、高校生、はい、はい、楽しんでできる。自分の呼吸のペース、自分の筋肉の動き、すべて自分に合わせましょう。いろんな出会いがあると思いますので、ね、いろんな人と出会いたい方はぜひ。たまにね、楽しい食レポもありますよ。あー、いいなー。美味しいもの食べて、ちょっと口まねちゃちゅとか言っちゃう時もあるんですけど。美味しそうです。すごいね、ほうれん草もすごくたくさん乗ってて。これが噂のバラのチャーチュー。そうそうそう、チャーチューなのさ、チャーチューって。いいとこ取り。まあそこもご愛嬌、うん、してこうやって年齢問わずと言ってもらえることにも本当に私は自信を持って皆さんにもおすすめしたいので、ぜひ仲間になって栃木を盛り上げよう。はい、じゃあちーちゃんもね、ちーちゃんも急遽もうな、もうなあれですか、リポーターズがもう、ね、あ、そうなの、ここにわー、ありがとう、カラペハリエってなってます、ね。はい、どうでしょうかね、こういろいろこうあちこち行けるっていうか、いやもう最高でしょ、はい、最高でしょ、行く行くメンバーがここ決まりました。はい、あれねねね、どうしよう。そうだからね、とりあえずそのメンバーとかって堅苦しいものではなくて、うんはいね、純粋にこう地域の、はいうん、応援をしたいって、うん、で将来例えば芸能人になりたいとか YouTuber になりたいとか、うんね、そういった方でもたた、ね、例えば TikToker とか例えばね、ちょっとそういったのってやってみたいとか、そういったは、ね、きっかけでも全然いいですし、練習でも何でもいいです。そう、そういった意味でリポーター、はい、地域の応援リポーターをちょっとね、いいとこ取りで募集して、はい、皆さんちょっと受け入れてくれるんですか、大丈夫。いや、もうウェルカムね、こういうイベントだったり、さっきもね、なおなおが言った食レポだったり、あと普段だったら絶対会えないような人に、ね、取材で行ったりとかできますから。はい、ということで、はい、今日のね、あの天空のウェルカムガーデンパーティーも無事終了しましたので、じゃあ直地最後ね、一言だけでいいです、締めでよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、どうしよう、面白かった、本当もう素敵な司会でしたけれども、皆さんありがとうございました。これからも那須地域をこのみんなで、みんなでです、みんなで一緒に盛り上げていきたいと思いますので、二代目できたからかんだかんだかんだいきたいと思いますので、よろしくお願いします。いやー、ありがとう、見てすごいよね。